農場です。ドラゴンエイトやっていきましょう。リーザの村、リーザスの村か。リーザス村に着いたんですね。まあ、とりあえずゼシカが、ここで仲間入るっぽいんですけど、その前にね、やはりこれでしょ、もう。釜でしょ。おい、釜くれ。え、売ってない？え、売ってない？そんな話があるんですか？そんな話ある？どうする？いや、もうこれどうする？感じやけど。もうこれ装備するしかないやん、これ。高っ！かけえな。もう買うしかねえやんけ、こんなもん。別に。弱いけど。なんで釜がないねん。そんな話あるか普通。そんな話あります？もうビビってまいますわ、ほんま、これ。待ち待って。なんでないん？ほんまに。おぉ、ガチムシのおっさん。ウロコの盾。強いね。あれ、あ、強っ。腰巻きこれじゃ強いな。おっしゃんの腹巻きめっちゃ強いやん。お嬢ちゃん。こんにちは、メブさん。ここはリーザス村です。え、ドラマグソ知らないかですって？さあ、あいにくですけど、聞いたこともありませんわ。なんだって？怪しいとこどこやろな。あ、ここ怪しいな。お宝箱ありそうな匂いがプンプンするぞ。匂うぞ。なんかありそうやな、これ。なんか、A ボタン連動しとなんかあるんちゃう？ないな。なんやこれ。ないな。なんだね、この色は。おばちゃん。サーベルと坊ちゃんは、家柄とかで威張ったりして自分から住んで村の用心もしてくれてたのさ。殺されてもらうに用も末だよ。サーベルと。よく教会か。まあまあ、どう考えてもこっちの方になんかあるやろな。行けへんのか？なんか怪しいぞ。お！おい、あんたはさっき子供たちが迷惑かけたね。アルバート家の噂はどこで来たか、この村の高田の家がアルバート家の怪しきだよ。ゼシコ嬢さんも家の中で詐欺込みっぱなしさ。なんだって？生きこもりのお嬢様っていう設定だったっけ、ゼシカって。こういう設定なんや。お、トルネコやん。お、トルネコなんだ、お前女だろ、俺ね、おい。何しろ、トルネコ、お前。私、旅の商人です。道の関所を取ってこの村に来たのですが。敵将が恐ろしい力でこじ開けられたように壊されてまして、一体何があったんでしょうな。マゲスか。よいしょ。パイルドライバー。ですね。よしよし。ゼシカお嬢ちゃんの性質でゲット。聞いてください、それでさっきゼシカお嬢さんのフィアンセとかいうやつが。お、誰？あんな見るからすっげえ嘘なやつが。フィアンセなんて嘘だ。僕は絶対信じないぞ。星山カット。怒ってます。誰や、そのフィアンセって。もう飯使いが俺な。無視。突破突破！開けろー！はい、もん。こっちかな？おそらくこの上でしょうな。おー！アローザ。アルバート家の家訓では、喪に服している間は、家人は家を出ることになりません。娘の弟子がそう言いつけたら、敵されちまって、あの子ったら家どころか部屋からも出てきやしないわ。おまけに子供たちを見張りにつけたりして、全くどういうつもりなのかしら。おぉ？どこだ、ゼシカちゃんの。あ、これや！あ、こいつらか！あ、お前さっき悪かったな。押せないぞ。おい、通せよ。なんでやねん。どこ行けいいの、これ。でも、星ってどこ？こいつか。あはは、そうさ。僕こそがかの有名なラグサットさん。ゼシカのフィアンスでもある。それが僕さ。ヘルメポみたいなやつかな。なるほど。ヘルメッポが、当然も教えてね。いつの日も、こういう人には厳しいものだね。どうにか入られんのかな、そこ。なんか入れそうやな、どっかから。侵入したろかな、どっか。無理か、これ。おい、入れろよ、ほんま。ふざけんなよ、おい。おい、どうやってんねん、これ、入れろよ。今度は調べるか。隠しスイッチあるんちゃう、ここに。よし、おう、ふむ。セガのチーズカタログ。ネズミも大好き。チーズにはとてもたくさんの種類があります。口から火が出る辛いチーズ。匂い爽やか冷たいチーズ。どちらもとっても美味しいんです。みんなチーズないやろ。バラチーズ。あー、チーズ。チーズ。これは？ふむふむ。おう。羊を遡れば、魔法剣士にして、天才彫刻家、チャマル・クランバートルに繋がる。チャマルは賢者と呼ばれ。おう。賢者の血をもっと、受け継いと書けないな、これは。ほうほうほう、何か怪しい扉があるね。調べてみようか。バタ。お、これは隠し通路か、まさかの。
おタンス。下着下着。おお、これは。何？旅人の服だと？おお。よし。この家を、鍵回る。この家を鍵回れ。こっちか。お！怪しい。実に怪しい。あなた。お。気をつけて。この部屋は今、危険に満ちているわ。これイベントっぽいな。セリフがあるもん。だって、ネズミが出るのよ。私だってネズミ嫌いなのに、退治するように言われちゃって。あ、来た。ネズミや。ほう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 。思い出したぞ。主人公のカットルコのトープを使って確かこれ。どうしよう。なかったっけ。壁の向こうはゼシカお嬢様のお部屋なのに。マジで。主人公の目の量が変わったぞ今。確かに目に炎が宿ったぞ。よし。お、大事大事。不思議の話題じゃね。よいしょー。不思議なキノコ。これ腰の頭やんけ。はい、行こう。よいしょー。よいぞー。お。ほら、まず、とりあえずね。探索探索。もう、まんげそうか、いらんな。よし、ここで。ほいっさっと。足元調べた。来たー、偵察。一個やな、これ。お、来た来た来た。こんなお前、いやらしいしある？ドラクエ史上。来て。怪しい、怪しい、怪しいぞ。なんだこれ、なんだこれ、なんだ。お？どこにいるんだね？ん？怪しい。ちゃうな。なんだこれ。どこだ、どこだ？どうなったんや、部屋。こっちか。お嬢さんはどこ？どこにいらっしゃるんですか？あれ、どこにおるんやろ。こっちかな。あ、こっちか。ああ、こっちや。来た。秘境はもうすぐだ。我が秘境はもうすぐじゃ。来たー。あれ、おらへんぞ。あ、杖がある。何？お。まさか。あれ？なんで転がれんねん、これ。地味に転がれるんだよ。まあ、さっきのを調べるところか、これ。あ、これが。あ、登ってきたよ、これ。まさかの登れるパターン！出てる。名探偵、トーポ。いきます。あー！これいけるやろ、さすがに。ええー、これ、いけん。え、これいけるよな、普通に。これいけ、待って、これいけるよな、普通に。これいけへんのかな。いけへんか、感じもしかして。じゃ、どこ行くんこれじゃ。どこ行けばいいんだ、これ。どこに、一個、おっかなー。どこ行ったんやろ、ほんまに。ん？あれ、あれじゃないんかな。多分あれやと思うやけどな。いけるんか、絶対に。絶対これやんな、もうどう考えてもさ。あ、そういうこと、そういうこと、なるほど。なるほどね。回転、あった！登れへんの、これ。来たー、やったー、あぶねー。結構むずいやんけ。帰ろ。なんでおらへんんですか、弟子か。うん。わざとね。地味にここ登るってことね。で、いいね。武器使われてますよ、今日も。よいしょー、戻ろう。あれ、あっちあっち。これで行き先が書いておくわけやな。
なるほど。ほほほほほ。お、来た。誰がこの手紙を読んでいるのかわからないけど、もし私以外の誰かが読んでいるなら、この手紙一緒だと思ってください。今頃私はこの世にいないでしょう。何？東の塔に行きます。おー、なるほど。もっと大事なことがあると思うの。自分の信じた道を行きます。あとはポルフとマルク嘘ついてごめん。私の許してね。でしか。なんだってーって感じだろうな、これ。ただ、誰よりも冷静な男だから、こいつは。誰よりも冷静な男、主人公です。どうも。一言も喋りませんよ。ドラクエの主人公は大概喋らへんからな。もう基本無口。さてさて。開門！出ようか。行きますよ。よーし。おそらくまあもう東の塔行く感じやろ、これ多分普通に考えたら。物語は何やかんや進んでいるぞ。結構この謎解き要素があるからな。ノーヒントやからか、基本的には。さて、とりあえず釜がなかったからまあまあ武器買ったけど。防具とノエルが行きたいとこではあるんやけどなぁ。まあ、行くか。自殺されたら困るからなぁ。死なれたら困るから。ヒロインやからさ。このドラクエの8の最強のヒロイン。よ。大木槌。戦おうか。てれててて。HP 減っとるやん、若干。まあ、多分ま、この辺はま、大丈夫。はず。いけ。おいしょー。うわ、強なったな。ガスやん。ガッチャン強なったな、ほんま。だいぶ敵強いな。うん。ヤンガスが強なったな、だいぶ。28ゴールドか。10回ぐらい戦闘すれば1個ぐらい買えるんかな。にしても金がねえわ。お金がないね。お金持ちになりたーい。うわ、暴れ打ちでおったしゅ、あいつ。あの暴れんぼい。あいつ、こじゃ強いからな。なんだあいつ前がおんな、そう。ほんまに。とりあえずあいつ今無理やろうから。せめてゼシカ仲間入れてから行きたいな、あの暴れんボーイ。あいつほんま強いからな。ブーメラン！やめて。やめて。よいしょ。雑種。よいしょ。オッケー、おー、お、すげえ。パールスローすげえ。全員に同じ等しくダメージ与える。超全体攻撃みたいなやつやな。ええな。いいね、いいね、いいね。強いじゃないか。煽った。危ない危ない。あんなやつ相手してたらもう終わりや。人生終わります。あいつ相手にすると人生が終わるんでね。お、来たぞ、この塔。お、なやこれ。ペッケン。ペッケン。宝箱あるじゃん、これ。あるんちゃう、これ。宝箱。ないか。マチルダがおった、あの、ドラグセブンの塔思い出すな、これ、みたいな。お、なんかあるぞ、なやこれ。なんかあるぞ。なんかあるぞ、ほんまに。なんやこれ。ん？なんもないんだよ。行くしかねえかよ。リーザス像の塔。これボス誰がおるねん。おるんか、ボスってか。まあ、さすがおるわな、これ。あれ？何？どっから入るの？ん？ほっほっほっほ。右からか。おそらく右からでしょうな、これは。侵入経路は別にあると見た、俺は。さてさて。こちらから回り込み。回り込みかけようか。よし、R っぽいな、これ。R っぽいね。おー、100% このあるやろ。あれ？え？え？え？あれ？どっから入るん、これ。え、マジどっから入るん？あれ？あれ、どっから入るんや、これ。どうなったん、これ。これ、どういうこと？ここ、どういうこと？待て待て待て。開けても、押しても、引くんちゃうん、これ。引いてもちゃう。引いてもあかんのか。横にスライドさせるんちゃう、これ。あれ、これ、どうなったんや。待て待て待て。どういうことか。まさかのそういうことね。あ、いけるようになったここで。姫の調整。これもしかしてあれか、鍵いる感じか、あのババアに。ババア、話しかけよう、ちょっと一回、ババアに。ばっちゃんに話しかけよう、一回。ぽいな。おばあちゃん。おばあちゃん多分、あの、墓で
赤掃除しとったおばあちゃんに話しかけたら OK やわ、多分。これ相手目ないんか、こう。キメラとか消えたんやけど、どうしよう、これ。どうするやん、これ。多分このおばあちゃん、おばあちゃん。おう。ほんとじゃぞ。あれ？あれれれれ？どうなってんだ、これ。これどうなっとるんや、これ。まさかの、これどうなっとるか分からへんパターン、これ。何の言うか誰に。ん？あ、もう日が沈んだとね。これどういうこと？てか、ここ道具やないん、ここ。用意しとけよ、道具屋ぐらい。ふざけんなよ。防具屋に道具取ったっけ、確か。誰お前。頼む、誰？おう！聖なる日。まだ違うよな。一体誰が盗賊を開け、たまに入ったんでしょう。盗賊？おー、ラッキー。とりあえずあれせなあかんかな。城戻るか一回。あれ赤辺っぽいよな、あれ。城というか、ここ戻るか、これ。この高台に。あの、召使いが取れるかもね、もしかしたら。いや、入れへんパターン。まさかの？ですよねー。うぜえ。うざい。あいつうざい、あいつうざい。まあ、ちょっとわからんけど。まあ、雰囲気的に多分。まだあの、高台でなんか、鍵もらうっぽいな。イベントはまた進めなあかんのかな？どうなんだい？教えてくれよ。よ、おばあちゃん。お疲れ様。お、安いな。安いね、ここ。あ。おっさん、何しょんねん。何しょん。なんか作れるぞ。錬金ガム作れるぞ、おっさんが。あの錬金ガムはこのドラクエ8で面白いシステムやからな。まだできてんのか、あれは。まあ、いつかできるやろ、多分。本があるぞ。きっちり調べたかな。どんな本があるかわからんからな。帰還、冒険だよという本だ。街には昼の顔と夜の顔がある。昼と夜で別々の話聞けたりする。ああ、なるほどね。いいヒントをもらいましたよ。道に迷った時は夜と昼を入れ替えてみようということですね。ふむふむ。ほむほむほむ。ほむほむほむ、ほむぽむプリン。行こう。あの、とっさんぼやかっとは、置いたいけた。まあ、可能性があるとしたら、召使いか、あの、母親っぽいやつか、あの、子供かどれかでしょうね。まあでも、雰囲気的にはまあ、母親っぽいけどな。まず、その一般人のメイドはあの鍵持っとるわけないしな、あそこの。うん。だろうね。読めたぞ。あれ、お母さん消えた。あれれあれれって感じ。お、来た。え？ほう。ほうほうほう。なるほど、こっちやな。食事中か。よし。多分こっちにどっちなんやこれ。二重扉かよ。開けい！あ、これ寝室やんか、これ。調べとくか、一応。何があるかわからんが、へそくりあるんちゃう？なんもねえんかよ。しょうもねえな。あのもしの家のくせ、しょうもねえぞ。お、これは。おう。なんでやねん。おい。ざけんな、バカ野郎。待て。待て。どこ行ったんや、これ。もうちょっともう一回、ちょっとメイドさん。おるやろ、ここにメイドさん。おったー、メイドさん。どういうこと？手紙を使ったってこと、あれ。あの、子供に。ぽいな。使うかじゃ。手紙使ってみるか、相手に。おい。少年。少年よ。おれ。あ、来たー。何やねん、この読み方。背景。誰がこの手紙を読んでいるのかわからないけど。お、声つき。もし私以外の誰かが読んでいるのなら、この手紙は、遺書だと思ってください。きっと今頃、私はこの世にいないでしょう。私は東の塔に行きます。サーベルト兄さんの仇を討つまで村には戻りません。お母さん、家訓を破っちゃってごめんなさい。だけど家訓よりももっと大事なことがあると思うの。ある。これはおっぱいの大きさや。私は自分の信じた道を行きます。
こんな娘で本当にごめんなさい。あとポルクとマルク、嘘ついちゃってごめん。私のこと許してね、ゼシカ。ゼシカちゃん。はあ？なんだって？それがゼシカ姉ちゃんの書いた手紙？お前嘘ばっか言うなよな。ゼシカ姉ちゃんはずっと部屋の中にいるのに、どうしてお前に手紙を渡せるんだよ。でも何にも知らないこいつらが書いたにしちゃちょっと本当っぽくない？お前賢い。ほう、よし、わかった。じゃあ今確かめてやる。その代わり、もし部屋の中にゼシカ姉ちゃんがいたら、お前には村から出て行ってもらうからな。もうやれ、やってみろよ。じゃあそこで待ってろよ。勝負や。逃げんなよな。マルク。うわ、マジでいねえじゃん。ずずずず。お前、その手紙貸せ。やばい、こりゃ本当にゼシカ姉ちゃんの字だ。一人で東の塔にって、そんなことしたらゼシカ姉ちゃんもサーベルト兄ちゃんみたく。やばいやばいやばい、これは本当やばいぞ。とにかくこうしちゃいられない。ゼシカ姉ちゃんを東の塔から連れ戻さないと。お前もこうなった原因の一つなんだからな。そう来るか。オイラが東の塔の扉を開いてやるから、中からゼシカ姉ちゃんを連れ戻してこい。いいな。おー、やるやん。よし、それじゃ急ぐぞ。東の塔なら村を出て左を向けばもう見えるやつだからな。おー、仲間加わるんこいつ。あと言っとくけど、魔物と戦うのはお前に任せたぞ。じゃあマルク、ここは任せた。ゼシカ姉ちゃんがいないこと絶対に奥様に気づかれないようにな。うん、ガッテンガッテン承知。よし、それじゃあ急いで出発。おお、そういうパターンなんやな。なるほどね。早とちりしたら絶対行ってまいやろな、あの塔に。よしよしよし、物語が進んだぞ。謎解きマスターの俺にかかればこんなもん余裕よ。こんなとこでつまずいてる場合じゃないんだよ俺は。一刻も早くあの二つの丘を俺は拝まなければならないんだ。行こう、ゼシカパイのとこに行こう。よし、とりあえずアイテム買っておきたいな。鬼滅刃が欲しいな、ほんまに。ああ、あるやんけ。もうこのカードルカトタレ、カードルだけ、カードルだけカトタロぜ。最強に言うやろ。黒、お袋に目出しとこう。よし、お袋も取ってくれよ俺の、あれを。はい、というわけでとりあえず今回はじゃあこれで一旦終わりましてね。次は、ゼシカ救出大作戦、行ってみたいと思います。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。